株式会社メルサはファッションビルメルサを展開する名鉄グループの企業第1号店があった名鉄バスターミナルビル現在は名鉄百貨店本店メンズ館1967年床面積で当時東洋最大の規模を誇った名鉄バスターミナルビルが完成した際地下1階から地上6階に開業した開業にあたり 名古屋鉄道と名鉄百貨店の共同出資で株式会社名鉄ターミナルに株式会社メルサと会社を設立。ターミナルビルにふさわしい店づくりの発想のもと、日本で初めてのビル内での専門店街づくりが考え出された。この方式はメルサ方式として流通業界に広く知られるようになり、パルコやナビオ阪急など同様の施設が 日本全国に広まる先駆けとなった。当時の名鉄グループの人脈、資金力を活かし、東西から得りすぐったてなんとお誘致。銀座や大阪心斎橋などの高級店に日産し、出店要請をしたという。その結果、最終的に254の店舗と契約を完了した。また、後にオープンした銀座店では、フランスの百貨店、ギャラリーラファイエットと提携。 ファッションの本場であるフランスの名品を仕入れた。このように百貨店とは異なった形で高級専門店を一箇所に集めたのが最大の特徴である。メルサは造語であり、名鉄エレガンスレディースショッピングアベニューの頭文字をつなげたものである。銀座ニューメルサエクスティメルザ、ありがとうございます。